おはようございます。おはようございます。着きました。ここはどこでしょうか。ここは成田空港です。今からハワイに行ってきます。ホノルルに飛び立つわけですね。ここからついに行きます。本当に行くんだなって空港に来て思いました。どうですか今の心境は。でも初めてハワイに行くので、はい、楽しみだなって気持ちもありつつ、まあ、ホノルルかっていうちょっと不安な気持ちもあります。緊張します。します、します。まあね、ちょっと目標の7時間切れるか切れないかっていうのでだいぶちょっと変わってくると思うんで。そうですね、全然違います。なんとしても7時間を切れるように、はい、頑張りましょう。頑張ります。行ってきます。おはようございます。おはようございます。ついにやってまいりました。ホノルルマラソン当日です。これは今何の時間でしょうか。今待ってる時間です。スタート地点に多分ここが私のスタート地点なんですけど、今4時半であと30分ほどでスタートします。ついに始まりますね。人が多い。そうですね、ちょっとかなり人多いですね。私かなりなんか意外と子供も多いっていうことにびっくりしてます。やっぱ日本の方も多いですし。意気込みのほどは。なんかもうスタートしたらもう終わるしかないから、とりあえずやっぱり目標っていうか7時間っていう時間は私は決まってるので、一応6時間半ぐらいの目安にして、何かが起きると思うからしたら7時間ぐらいなのかなっていう。なるほど。でもとりあえず自分のペースで行きます。なんか釣られちゃうと思うから、多分速さに。そうですね、結構なんかもうみんな走れそうな感じがする。そうですよね、雰囲気がすごい。頑張ります。お、進んだっすね。あれ、ハードよ。進みました。こういう感じなんですけど、サンタがいました。いました、海外のサンタさん。
3キロ半ぐらいですね。シャオイちゃん、水は？いやいや、ごめんなさい、2回。Great job! Keep it up! Great job! Good work! 今のところどうですか？意外と暑いですね。なんか歩いてる時涼しかったけど、走るとやっぱり暑い、夜なのに。早朝か。これ日差しが出てきたら怖い。ね、そうなんですよ。ここからね、日が昇ってくるんで。暑っ。まあ、ちょっとペース配分とか、自分でこう。結構この辺はイルミネーションが多いですね。多いですね。なんかそれはまだ日差しが出てないからっていうのもありそう。綺麗なんか。空がだんだんちょっと明るくなってきました。そうですね。もうちょっと日差しが見えてくる。ワイキキのビーチです。綺麗に見えた。先頭からの。すごい。ボルトみたい。ボルト。すごいな。早かったですね。早い。だって1時間で20キロぐらい走ってってことですよね。 Good job! Good job! Thank you! Keep going! You're doing great! この右側がね、折り返しで40キロぐらいです走ってきてるような感じ。かっこいいよね、まあ、僕らもいずれここを通ることになります。もうちょっと先。今2時間30分だ。いい感じ。15キロで2時間30分でしょ。やばい。ということは30キロで3時間。違う、2時間30分だから5時間で30キロで5時間。やばい。でも残り2時間あるから2時間で12キロ。頑張る。でもギリギリかな。そう、ギリギリかなって感じ。余裕はないの。余裕もそうなんだけど足が痛い。足痛くなってきた、うん、どの辺が。関節。関節付け付けね、付け筋肉わかんない。今17キロ地点です。足がだいぶ辛そうですね。重くなってきた。あ、
なんか20キロの看板が見れたら頑張れるんだけどな。まあまあ、でもあとそれも3キロですよ。頑張ろう。高速です。マラソンとかじゃない時にね、高速をこう走ることってないじゃないですか。第148回ハモニチャンネル始まりました。このチャンネルではハモニプロモーションのタレントの告知情報と我々マネージャー鮫島と塚田の個人的意見感想をお届けいたします。お願いします。どうしたら大丈夫です。今日は大丈夫です。そうですね、まあ、一応いつもバイさん編集してるもんね、まあ、編集してる掛け合うよね。お願いします。今後やる。じゃあ告知いきます。はい、どうぞ。橋本まなみです。はい、12月17日、日本テレビ、はい、モノマネグランプリに出演します。おモノマネグランプリですよ。何かやるんですか、モノマネ。モノマネ僕ができないんで、まあ、で橋本は何のモノマネする。橋本はモノマネ自身です。僕は審査員で入ってるんで。モノマネする側じゃないの。これ毎回やってんだよこれ。そうだね。あ、そうなんですね。すごいです。また来てるで。きっと来てるで。バレました。どれました。ほんとモノマネグランプリ、はい、審査員でね、審査員出るということで、はい、ぜひご覧ください。もう一つ、はい、12月21日 TBS 人生最高レストランに出演します。ぜひご覧ください。はい、お願いします。はい、チャンネル登録と、高評価、はい、ぜひやっていただければと思います。お願いします。以上です。じゃあね。